フランシス・ブレイクもア作の伝端のイラストフランシス・ブレイクもア作の伝端のイラストフランシス・ブレイクもあとはアメリカ合衆国の版画家デザイナー著者キュレーター美術品コレクター50年以上日本で暮らしたフランシス・ベーカーフランシス・ウィズマートも名乗ったイリノイ・シュー・パーナにドイツ移民のジョージ・ウィズマート妻 エマの娘として生まれる。出生名はフランシスリー・ウィズマー。1908年、父親がワシントン州スポケーンの80エーカーもの土地をくじで獲得。その地に家族で移り住み、食堂を開く。しかし1915年、彼女が9歳の時、父親が自動車事故で死亡。母親の再婚で同州マブトンに引っ越す。1二十四年、 高校を卒業、ワシントン大学に進学。卒業後は、絵画塾を開いたり、大学の代用教員をしたり、手作りのジュエリーを販売したり、絵本を描いたり、地元企業向けにグラフィックアートをデザインしたりしながら、学校に通い、1935年には BA を取得する。この間、1929年にノースウェスト、プリンムエイカーズの第1回展示会に、 リノカット版が1セットを出品、ハイウォーター・アット・ムーアズ・ポイント、シャランでパーチェスプライズを受賞する。翌1930年、シアトルの画家グレース・ペリーと共同で、12ブロック・プリンツ・オブ・レイク・シャランを出版。友人の美術学生たちは、パリに住むことを夢見たが、彼女は違った。彼女は日本に魅せられていた。大学院生だったグレン・フレデリック・ベイカーと結婚後、 東京にわたり、法政大学、慶応義塾大学、早稲田高等学院で美術と英語を教える。さらに、ジャパンニュースウィークのためにスケッチを描いたり、壁画を制作して生活費を得る。リノカット版画の制作とノースウェストプリングエイカーズへの出展は続けていた。1940年、逮捕、拘留されることを恐れて、日本を出国、第二次世界大戦中は、 ホノルルで暮らし、戦争情報局で日本にばらまく伝達のデザインをする。終戦後の1946年、東京に戻る。連合国軍占領下の日本で GHQ の民間情報教育局に勤務。復興プロジェクト促進のパンフレットやポスターをデザインする。1949年、占領下日本での生活をユーモラスな二行連の絵本。 ジーパー S ジャパンを出版。占領が終わると東京のアメリカ大使館で展示担当の主任となる。1952年にはオリバー・スタットラーと共にモダン・プリンツ・展を開催。この展覧会はアメリカにも巡回し、日本の創作版画運動を多くのアメリカ人に紹介した。この時期、彼女はリノカット版画からシルクスクリーンに切り替え、たまにコラグラフィー。 エッチングも手掛ける。1954年、アメリカ生まれの企業弁護士、トーマス・ブレイクモアと結婚。夫婦で、ホテルオークラ東京にフランルギャラリーを設立。森吉都や中山忠といった、版画家たちの作品に焦点を当てた。フランシス本人もシルクスクリーンと中小絵画の創作を続け、1960年には、国際文化会館で、初の個展を開催した。 さらに彼女は日本の売り物と型紙を収集し、それらはアメリカやオーストラリアで展示された。1970年代には日本に関する2冊の本を出版。共に4回再販されている。2008年、ドナルド・リッジーはジャパン・タイムズに次のような記事を書いた。ブレイクモアのスタイルはセザンヌから派生しているという点ではモダニズムだ他に。 ディエゴリベラに影響を受けたキュビスムの要素もある。しかし、最も影響を受けたのは、彼女が日本で見て学んだもの、それと、彼女の友人であった、リュウ・ムネ・ヨシ、浜田・ショウジの民芸理論だ。とりわけ、最初にあった装飾的キュビストとしての関心は、日本の型紙に夢中になったことで変質してしまった1980年代、家族でシアトルに引き上げ、そこで余生を過ごした。 1990年には、アメリカ市民と永住者の東南アジア言語研究のための奨学金を給付するブレイクモア財団を夫婦で設立。1994年に、夫が亡くなった後には、自身の作品と数百にも及ぶ日本の版画、織物などのコレクションを、シアトル美術館、バーク自然史文化博物館、ヘンリー・アウトギャラリーに寄付した。 1997年8月1日に91歳で死去。遺体はリンウッドのフローラルヒルズセメタリーに埋葬された。2007年、ブレイクモアの電気がブレイクモア財団とワシントン大学によって発行された。2011年、ブレイクモアと彼女のデザインした電単が PBS のドキュメンタリー番組ヒストリーディテクティブズで紹介された。ありがとうございます。